わたり宮沢賢治雪がすっかり凍って大理石よりもかたくなり空も冷たい滑らかな青い石の板でできているらしいのですみお日様が真っ白に燃えてゆりのにおいをまき散らしまた 雪をギラギラ照らしました。木なんかみんなザラメをかけたように霜でピカピカしています。片たゆきかんこ、しみゆきしんこ。素人かんことは小さな雪靴を履いて、キックキックキック、野原に出ました。こんな面白い日がまたとあるでしょうか。 いつもは歩けないきびの畑の中でもすすきでいっぱいだった野原の上でも好きな方へどこまででも行けるのです平らなことはまるで一枚の板ですそしてそれがたくさんの小さな小さな鏡のようにキラ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 光るのです片雪か,かんこしみゆきしんこ 二人は森の近くままで来ました。「大きな柏の木は枝もうずまるくらい立派な透き通ったつららを下げて重そうに体を曲げておりました」「片きかんこしめゆきしんこきつねのこは余命ほしいほしい」と2人は森へ向いて高く叫びました。 しばらくシーンとしましたので、二人はもう一度叫ぼうとして息を飲み込んだとき、森の中から、しみゆきしんしん、かたゆきかんかん、と言いながら、きしりきしり、雪を踏んで、白い狐の子が出てきました。しは少しぎょっとして、かんこを後ろにかばって、 しっかり足を踏ん張って叫びました「きつねコンコンシロギツネお嫁ほしけりゃとってやろよ」すると狐がまだまるで小さいくせに銀の針のようなおひげをピンと一つひねって言いました「シロウはシンコカンコはカンコオラはお嫁はいらないよ」。シロウが笑って言いました。 キツネコンコンキツネノコお嫁がいらなきゃ持ちやろかするとキツネノコも頭を二つ三つ振って面白そうに言いましたシロはシンコカンコはカンコキビの団子を折れやろかカンコもあんまり面白いのでシロの後ろに隠れたままそっと歌いましたキツネコンコンキツネノコ のの団子はのクソすると小ギツネ金三郎が笑って言いましたいいえ決してそんなことはありませんあなた方のような立派なお方がうさぎの茶色の団子なんか召し上がるもんですか私らは全体今まで人をだますなんてあんまり無実の罪を着せられていたのですシローが驚いて尋ねましたそれじゃあ 狐が人を騙すなんて嘘かしら。コンザブローが熱心に言いました。嘘ですとも、けだし最もひどい嘘です。騙されたという人は、大抵お酒に酔ったり、臆病でくるくるしたりした人です。面白いですよ。ジンベエさんがこの前、月夜の晩、私たちのお家の前に座って、一晩浄瑠璃をやりましたよ。 私らはみんな出てみたのです。ロ郎が叫びました。ジンベイさんなら浄瑠璃じゃないよきっとなにわ節だぜ。小ギツネ金三郎はなるほどという顔をして。ええ、そうかもしれません。とにかくお団子をあがりなさい。私の差し上げるのは、ちゃんと私が畑を作ってまいて草をとって飼って、 叩いて粉にして塗って蒸してお砂糖をかけたのです。いかがですか。一皿差し上げましょう。と言いました。と、志郎が笑って、コンザブロさん、僕らはちょうど今ね、お餅を食べてきたんだからお腹が減らないんだよ。この次にお呼ばれしようか。小狐のコンザブロウが嬉しがって、短い腕をバタバタして言いました。 そうですか。そんなら、今度、幻想会の時差し上げましょう。幻想会には、きっといらっしゃい。この次の雪の凍った月夜の晩です。8時から始めますから、入場券をあげておきましょう。何枚あげましょうか。そんなら、5枚をくれ。と、シロが言いました。5枚ですか。あなた方が2枚に、 あとの三枚はどなたですかと、ブローが言いました。兄さんたちだ。と、ロ郎が答えますと、兄さんたちは11歳以下ですかと、ブローがまた尋ねました。いや、ちい兄さんは四年生だからね。八つの四つで、12歳。と、 志郎が言いましたすると金三郎はもっともらしくまたおひげを一つひねって言いましたそれでは残念ですが兄さんたちはお断りですあなた方だけいらっしゃい特別席を取っておきますから面白いんですよ。幻討は第一が「お酒を飲むべからず」。これは あなたの村の大門さんと清作さんがお酒を飲んでとうとう目がくらんで野原にあるへんてこなおまんじゅうやおそばを食べようとしたところです。私も写真の中に写っています。第二が罠に注意せよ。これは私どものコンベイが野原で罠にかかったのを描いたのです。絵です。写真ではありません。 第三が火を軽蔑すべからず。これは私どものコンスケがあなたのお家へ行って尻尾を焼いた景色です。ぜひおいでください。二人は喜んでうなずきました。狐はおかしそうに口を曲げて、キックキックトントン、キックキックトントンと足踏みを始めて尻尾と頭を振って。 しばらく考えていましたが、やっと思いついたらしく、両手を振って、調子を取りながら歌い始めました。しみゆきしんこ、かたゆきかんこ、の原のまんじゅうはぽっぽっぽ。よってひょろひょろたえもんが、去年38食べた。しみゆきしんこ、かたゆきかんこ、 野原のお蕎麦はほほほよってひょろひょろサ作が去年13杯食べたシロウもかんこもすっかりつり込まれてもうキツネと一緒に踊っています「キックキックトントン」キ「キックキックトントン」キ「キック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 トントントン」 四郎が歌いました。キツネコンコンキツネノコ去年狐のネノコンベイが左の足を罠に入れコンコンバタバタコンコンコンカンコが歌いました。キツネコンコンキツネノコ去年狐のネノコンスケが焼いた魚を取ろうとして お尻に火がつきキャンキャンキャンキックキックトントンキックキックトントンキック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 ,キックトントントンそして三人は踊りながらだんだん林の中に入って行きました赤い風浪細工の頬の木の芽が風に吹かれてピッカリピッ 光と光、林の中の雪には藍色の木の影が一面網になって落ちて日光のあたるところには銀の百合が咲いたように見えましたすると小ぎつね金三郎が言いました「鹿の子も呼びましょうか鹿の子はそりゃ笛がうまいんですよ」。しろとは手をたたいて喜びました。 そこで三人は一緒に叫びました。片きかんこ、しみゆきしんこ、鹿の子、嫁、ほしい、ほしい。すると向こうで、北風ピーピー、風三郎、西風どうどう、また三郎、と、細いいい声がしました。きつねの子のこん三郎が、 いかにもバカにしたように、口を尖らして言いました。あれは鹿の子です。あいつは臆病ですから、とてもこっちへ来そうにありません。けれど、もう一遍叫んでみましょうか。そこで三人はまた叫びました。片行きかんこ、しみゆきしんこ、鹿の子は嫁欲しい欲しい。 すると、今度はずっと遠くで、風の音か笛の声か、または鹿の子の歌か、こんなように聞こえました。北風ピーピーかんこか西風どうどうどっこどっこ。狐がまた髭をひねって言いました。雪が柔らかになるといけませんから、もう帰りなさい。 今度、月夜に雪が凍ったらきっとおいでくださいさっきの幻想をやりますからそこで素郎とんことは「片きかんこ、しみゆきしんこ」と歌いながら銀の雪を渡ってお家へ帰りました「片雪んこ、しみゆきしんこ」青白い 大きな十五夜のお月様が静かに日の神山から登りました雪はちか青く光りそして今日も冠水石のように固く凍りました四郎は狐の金三郎との約束を思い出して妹の看子にそっと言いました今夜狐の幻想会なんだね行こうか するとカンコは、行きましょう行きましょう。キツネコンコンキツネの子。コンコンキツネのコンザブローと跳ね上がって高く叫んでしまいました。すると2番目の兄さんのジロが、お前たちはキツネのとこへ遊びに行くのかい。僕も行きたいな。と言いました。シロは困ってしまって、 肩をすくめて言いました。お兄さんだってキツネの幻想会は11歳までですよ入場券に書いてあるんだもの」次郎が言いました「どれちょっとお見せ」母「ははあ学校生徒の父兄にあらずして12歳以上の来賓は入場をお断り申しそろう」。 なななんててなかなかうまくやってるね。僕はいけないんだね仕方ないやお前たち行くんならお餅を持って行っておやりよそらこの鏡餅がいいだろう四郎と勘子はそこで小さな雪靴を履いてお餅を担いで外に出ました兄弟の一郎二郎三郎は戸口に並んで立って「行っておいで」 「大人の狐に会ったら急いで目をつぶるんだよ」「そら、僕ら生やしてやろうか」「片行きかんこ」「しみゆきしんこ」「狐の子は嫁欲しい欲しい」しいと叫びましたお月さまは空に高く上り森は青白い煙に包まれています」二人はもう、 その森の入り口に来ました。すると、胸にどんぐりの気象をつけた白い小さな狐の子が立っていて言いました。こんばんは、おはようございます。入場券はお持ちですか持っています。二人はそれを出しました。さ、どうぞあちらへ。狐の子が、 もっともらしく体を曲げて目をパチパチしながら林の奥を手で教えました林の中には月の光が青い棒を何本も斜めに投げ込んだように刺しておりましたその中の空き地に2人は来ました見るともう狐の学校生徒がたくさん集って 栗の皮をぶっつけあったり相撲を取ったりことにおかしいのは小さな小さなネズミくらいの狐の子が大きな子供の狐の肩車に乗ってお星さまを取ろうとしているのですみんなの前の木の枝に白い一枚の敷布が下がっていましたふいに後ろで「こんばんはよくおいででした。 先日は失礼いたしました」。という声がしますので四郎とンコとはびっくりして振り向いてみると金三郎です。金三郎なんかまるで立派な鉛尾服を着て水仙の花を胸につけて真っ白なハンケチでしきりにその尖ったお口をふいているのです。四郎はちょっとお辞儀をして言いました。 この間は湿気。それから今晩はありがとう。このお餅を皆さんであがってください。キツネの学校生徒はみんなこっちを見ています。コンザブ三郎は胸をいっぱいに張って、すまして餅を受け取りました。これはどうもお土産をいただいてすみません。どうかごゆるりとなすってください。もうすぐ幻動も始まります。 私はちょっと失礼いたします。金三郎はお餅を持って向こうへ行きました。狐の学校生徒は声を揃えて叫びました。片雪か,かんこ、しみゆきしんこ、かたいお餅はかったらこ、白いお餅はべったらこ。幕の横に、寄贈、お餅たくさん。 人のしろうし人のかんこしと大きな札が出ました狐の生徒は喜んで手をパチパチ叩きましたその時ピーッと笛が鳴りましたコンザブ三郎がえへんえへんと咳払いをしながら幕の横から出てきて丁寧にお辞儀をしました みんなはシンとなりました。今夜は美しい天気です。お月様はまるで真珠のお皿です。お星様は野原の梅雨がキラキラ固まったようです。さて、ただいまから幻灯会をやります。皆さんは瞬きやくしゃみをしないで、目をまんまろに開いて見ていてください。それから、 今夜は大切な二人のお客様がありますから、どなたも静かにしないといけません。決してそっちの方へ栗の皮を投げたりしてはなりません。開会の字です。みんな喜んでパチパチ手を叩きました。そして四郎がカンコにそっと言いました。コン三郎さんはうまいんだね。 笛がピーとなりましたお酒を飲むべからず大きな字が幕に移りましたそしてそれが消えて写真が移りました一人のお酒に酔った人間のおじいさんが何かおかしな丸いものを掴んでいる景色ですみんなは足踏みをして歌いましたキックキックトントン キック、キック、タンタン。しみゆき、しんこ、かたゆき、かんこ。野原の饅頭はポッポッポ。よって、ひょろひょろ、たえもんが。去年、三十八食べた。キック、キ,キック、キック、キック。タンタンタン。写真が消えました。白は、そっとかんこに言いました。 あの歌はコンザブローさんのだよ別に写真が写りました一人のお酒に酔った若い者が頬の木の葉でこしらえたお椀のようなものに顔を突っ込んで何か食べていますコンザブローが白い袴を履いて向こうで見ている景色ですみんなは足踏みをして歌いましたキックキックトントンキックキック 「しみゆきしんこかたゆかんこ」「野原のおそばはポッポッポ」ッ「よってひょろひょろ清作が去年13杯食べた」「キック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 」「タンタンタン」写真が消えてちょっと休みになりましたかわいらしい狐の女の子が きびだんごをのせたお皿を2つ持ってきましたはすっっかり弱ってししままいました。なぜってたった今タエモ門と清作との悪いものを知らないで食べたのを見てるのですからそれにキツネの学校生徒がみんなこっちを向いて「食うだろうかね食うだろうか?」なんてひそひそ話し合っているのです。 カンコは恥ずかしくてお皿を手に持ったまま真っ赤になってしまいました。すると、シロウが決心して言いました。ね、食べよう。お食べよう。僕はコンザブロウさんが僕らを騙すなんて思わないよ。そして、二人はきび団子をみんな食べました。そのおいしいことは、ほっぺたも落ちそうです。キツネの学校生徒は、 もうあんまり喜んでみんな踊りあがってしまいました。キックキックトントンキックキックトントン。昼はカンカン日の光夜はツンツン月明かり。たとえ体を裂かれても狐の生徒は嘘言うな。キックキックトントンキックキックトントン。昼はカンカン日の光 夜はツンツン月明かり。たとえ凍えて倒れても、狐の生徒は盗まない。キックキックトントン。キックキックトントン。昼はカンカン日の光。夜はツンツン月明かり。たとえ体がちぎれても、狐の生徒はそねまない。キックキックトントン。 キキックキッククンンシロウもカンコもあんまりうれしくて涙がこぼれました笛がピーとなりました「罠を軽蔑すべからず」と大きな字がうりそれが消えて絵が映りました狐のコンベイが罠に左足を取られた景色です キツネコンコン狐の子、去年狐のコンベが左の足を罠に入れコンコンバタバタコンコンコンとみんなが歌いましたシロウがそっとかんこに言いました「僕の作った歌だね」。絵が消えて「火を軽蔑すべからず」という字が現れました。 それも消えて絵が映りました。狐のコンスケが焼いたお魚を取ろうとして尻尾に火がついたところです。狐の生徒がみな叫びました。狐コンコン狐の子。去年狐のコンスケが焼いた魚を取ろうとしてお尻に火がつきキャンキャンキャン。 上がピーとなり幕は明るくなってコンザブロがまた出てきて言いました皆さん今晩の幻灯はこれでおしまいです今夜皆さんは深く心に留めなければならないことがありますそれは狐のこしらえたものを賢い少しも酔わない人間のお子さんが食べてくださったということです そこで皆さんはこれからも大人になっても嘘をつかず人をそねまず私どもキツネの今までの悪い評判をすっかりなくしてしまうだろうと思います。閉会の字です。キツネの生徒はみんな感動して両手を上げたりわーっと立ち上がりました。そしてキラキラ涙をこぼしたのです。 三郎が二人の前に来て丁寧にお辞儀をして言いましたそれでは「さよなら今夜の御恩は決して忘れません」二人もお辞儀をしてうちの方へ帰りました狐の生徒たちが追いかけてきて二人の懐や隠しにどんぐりだの栗だの青光の石だのを入れて そら、あげますよ。そら、とってください。なんて言って、風のように逃げ帰って行きます。金三郎は笑って見ていました。二人は森を出て、野原を行きました。その青白い雪の野原の真ん中で、三人の黒い影が向こうから来るのを見ました。それは 迎えに来た兄さんたちでした。